こんにちは、ブランドバイ社長です。お盆ですね、8月10日からになりますか。一般的にはというか、まあ僕たちみたいな接客業にはお盆っていうのは存在しないんですけども、グレートランドとしてはたくさん T シャツの方を出していこうと思います。なのでお盆 T シャツ入荷特集ということで、これからどん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 動画上がっていくと思います。ちょっともう取って出しになると思いますので、何本になるかも分かりませんが、できるだけ、まあ、せっかくお盆っていうねタイミングで大阪に遊びに来ていただける方、普段お会いできてない方ともお会いできるかと思いますので、可能な限り T シャツ、厳選した上で出していこうと思っております。ということで第1回は、すいません、いきなり3着でちょっとボリューム不足に見えるかもしれないんですけど、僕がこの半年ぐらいで集めた、スペシャルなジーザス T シャツ3着でのご紹介となりますので、まあ最後までご視聴よろしくお願いいたします。いってみましょう。まず1着目はこちらです。今回3着ご紹介する中では、まあ、一番シンプルなデザインかと思います。ジーザスの顔が描かれた、まあ、この角度というか、グラフィック自体は皆さんご存知かと思います。じゃあなんでこれがスペシャルなんだっていうところなんですが、こちらファッションビクティムのタグがついておりますので、ファッションビクティム名義のジーザスですね。コピーライトが1995年となっております。で、僕はこの T シャツ自体、実物はこちらの XL と、もう1着 L しか見たことがありません。で、L サイズも XL ももうめちゃくちゃ高い。まあ、でもね、バンド T シャツでそこそこのスペシャルって言われるものよりかは高くはないんですよ。それこそニルバーナの 90s のオフィシャルよりかは高くはありませんが、ただ、ジーザスの顔が描かれているだけでこの値段なのかというふうに、去年ぐらいはびっくりした記憶があります。で、L と XL で、XL は友人の私物、タイのリーダーの私物ってことで売ってもらえませんでした。ただ今回ちょっともうどうしても売ってくれと、こういうふうにジーザス特集やりたいんだよね、っていうことで譲ってもらった一着となっております。まあ、ファッションビクティムって言えば、まあ、アキラとか、まあ、それこそセーラームーンだとか、まあ、特にアニメ系を皆さんこう、アニメ系のね高い T シャツっていうとファッションビクティムってイメージが強いと思うんですけども、それ以外のグラフィックっていうのも、例えば一つスカルであったとしてもファッションビクティムっていうだけ、まあ文字だったとしてもファッションビクティムっていうだけで、ある程度ね T シャツお好きな方はテンションが上がると思います。そしてもう紙サイズの XL でフロントプリントもかなり大判、この縁の部分もかなりパキッとせずちょっとぼやけたような感じで入っていたり、もちろんこのジーザスの黒い部分というのは抜きでプリントが入っておりません。で、これはね、もう僕なりの捉え方なんですけども、このプリントの割れがね、ちょっとこう遠目に見ると、よく言い過ぎやろっていうこと、思われるかもしれないんですけどね、ちょっとこう、ジーザスの涙のように見えてね、ちょっとこうアートライクな感じが僕はすごい好きなんですよ。首リブと、ボディのフェードのコントラストも素晴らしく、ダブルダブルです。95年コピーライトなので、まあダブルっていうのは、年代整合性も合っているかと思います。XL でこのグッドサイズ、そしてこのグラフィックっていうのが、相場としてどうなんだいって言われると、僕は正直わからない。まあただ2、3万円では絶対出ないだろうと。販売価格に関しては全然それよりもっと高いんですよ。まあもちろん僕は仕入れると、それの倍以上出して仕入れてきているので、ただね、もうこのあたりっていうのはもう、あまりにもオンリーワン感が強すぎて、この後ご紹介する2枚もそうですけど、どうも、相場っていうものはもうないのかなと。だから今回僕が販売をして、もしどなたかお買い求めいただいた場合は、それが相場になると思います。世界基準での。なので、今回の3枚っていうのはそういった世界基準をお手伝いいただくっていう意味でも、ちょっと皆様のお力添えいただけたらと思うんですけども。まあ、1着目はこちら。ファッションビクティムジーザスですね。サイズバランス最高で非常にシンプルながら力強い1着となっております。はい、2着目はこちら。ドンロックのキルアイドルズ、シングルステッチ、スクリーンスターズの当時ものですね。
でフロントプリント、まあ、このデザイン自体はそれこそあのガンズ&ローゼスのアクセル・ローズが気流アイドルって着てたり、まあ恐ろいですけど僕もあのロンティー着てるのであの見たことあると思います。ただこれはまあさらにスペシャルバージョンとなっておりまして、はい、袖プリントがまず入ると、キットテイステッドマザーアプローブドですかね、はい、ここに入ると、バックプリントが、ゴッドレスマザーファッカーと、かなり攻撃性の高い、メッセージ性の強いバックプリントになっております。もうこれに関しては、ドンロックの T シャツ自体かなり、まあ、偽物も出回っております。で、僕自身がこれもやっぱり相場もないんですよね。XL で一箇所ダメージあります。これは僕に販売した彼が、ベールをね、これベールから出たらしいです。彼もその買った人から聞いたことによるとベールから出たんですが、ベールをこうねこうカットしてそこからこう出して、まあワンチャンないかなってことでみんな頑張る、その時にこれ破っちゃったと、まあそういった、まあ古着らしい、今の古着らしい背景もまあこのダメージから感じられるので、あえてリペアせずに、出そうと思ってます。なのでまあ気になる方は数千円出せばもうかなり綺麗に治ると思うので、それもご検討いただければと思っております。でその販売、僕に販売してくれたディーラーがインスタグラムにこれ載せたところ、ドンロック本人からメッセージが来たと、おー俺これあの時代にアコで吸ったやつやでみたいな、はい、そのまあインスタグラムのスクリーンショットもこの辺に貼っときますので、それも踏まえて、まあ鑑定書じゃないんですけどね、なんかまあそういう時代背景も含めて考えるとすごくいい一着なんじゃないかなと。今回紹介させていただく3着の中ではズバ抜けて買い値が高かったので、もちろんこれもちょっとズバ抜けて高くはなってしまうんですが、特にこのモチーフってブランドさんも今ね、あのジーザスデザインが非常にポピュラーというか人気があって、多分販売しやすいというかトレンディーなのでね、多用されていますけども、僕はこのキリュアアイドルズのこのドンロックのこれが唯一無二の、トップピースだと思っております。ホワイトですが非常にコンディションも良くて、はい、よくもまあベールで、こいつがしかも一番上側におったっていうのはね、いいじゃないですか。そんな時代背景も感じれて、かつトップピース、かつ制作者本人からの DM っていうのも来てたっていうね、もし、その DM のスクリーンショットご入り用でしたら、お買い上げいただく際には僕ないし響きの方からまた送らせていただきますので、まあ僕これね欲しいんですけどね、まあ正直売りたくないんですよ。今回の3枚僕全部売りたくない、全部着たいし、正直キリスト教徒でも僕は何でもないですけど、引っ越したんでね部屋に飾りたいなとも思うんですけどね、まあ、それやっちゃうとね、古着屋として一番良くないのはどん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 私物にしちゃうってことなので、ただ本当に、まあ先ほどのファッションビクティもそうですし、こちらのキリュアアイドルズもそうだし、次も、3着のうちの3着目も待ちて手放したくない、3着です。ということで2着目は、こちらドンロックキリュアアイドルズのご本人、承認済みのバックプリントゴッドレスマザーファッカーのスペシャルバージョンでした。3枚目いきましょう。あれって皆さん思われると思うんですよね、なんで最後にこれを持ってきたのって。だって一着目はまあシンプルながらファッションビクティムで、まあ誰が見てもかっこいいと思うデザイン、2着目は、イエロー使いも激しく袖プリバックプリントもあるドンロックの、まあドンロックが取り、ドンロックのね、さっきのキリュアアイドルズをこう取りに持ってくるべきなんじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんです。こちら別にバックプリントも特にありませんので、はい、なぜこちらの T シャツがトリかって言いますと、僕自身仕入れの際に、あ、ええやんと思って一旦こう引いて、でいくらなんて聞いた時に想定のね4倍ぐらいの値言われたんですよ。はと思って、え、なんか誰か来たのみたいな。それもトラビス・スコットだったり、まあ誰かそういった、まあ、着用することによって、まあ今で言うと最近はねブラックピンクのあの方々とか、誰か来たのかなと、いやそうじゃないそうじゃないとよく見てて、あ確かにって分かったのが、ジーザス、まあ、中央に大きく描かれてますけど黒人なんですね、はい、おそらくこれアーリーナインティーズぐらいの T シャツです、袖シングルステッチの裾シングルステッチなんですが、黒人で描かれてるってところが、まあ
だからね、あのそれこそ最後の晩餐のあの中央のイエス・キリストを黒人に描いたものが展示されたりだとか、まあそれが僕はあんまりそういうとこ疎いんでね、人種差別問題に対するどうこうなのかっていうのは正直よく分かんないし、あんまりこういうことを想像だけでノリで言っちゃうとややこしいことになるので、ただただこの90年代、まあ、初頭前半にこのような T シャツをリリースするという部分での、まあ、制作者の意図だったり、そしてそれがこの30年余り経った結果、もう T シャツとしての評価というよりかは、まあどちらかといえば僕はこれもアートとしての評価の方が高いと思うんですよ。そういった評価を受けて、まあこのジーザスが肌の色どうこう関係ないよねっていう方には、正直まあデザインだけで言うとね、構図とかボディとかサイズ感とかで言うと、まあ2万円ぐらいの T シャツですかね。ただそれがそのこの T シャツをデザインした人間方の、まあ意図理念なのか、まあ単にちょっとこう突飛なことをしたのかわからないですが、30年経って今はこれが評価されるっていう部分っていうのをご理解いただければなと思っております。なのでこちらに関してもまあお値段は一旦店頭でと、で土曜日からまあお盆開始ということですので、まあお盆中にね、あの順次スライドしてオンラインストアの方にもアップしていきたいと思っているんですよ。はい。ですので、これはね、あんまり語るとね、ちょっとこう知識違いとか、例えばドンロックに対する知識違いとか、ファッションビクティブに対する僕の見解の違いとかっていう話じゃなくなっちゃうので、強いて言うと、あのこの後のフューチャーポリスオフィサーに近いかな、あんまり言えないっていうことで。はい、ただ雰囲気もね、あのこれだけじゃなくて1枚目も2枚目もこちらも最高なので、ぜひともそういったものを、まあ、主にね、見に来ていただければと思っております。基本的にこちらの3着はご購入前提でのご試着は、ご購入前提以外でのご試着っていうのは全てお断りさせていただこうと思っておりますので、まあ、見に来ていただくだけでも構いません。ただ着てみたいだけっていうのはちょっと僕にもかなり思い入れの強いお品ですので、ご了承くださいということで、お盆のヴィンテージ T シャツ入荷動画特集第1弾は、僕が思うスペシャルジーザス T シャツ3連でした。はい、ということで土曜日、お昼1時からですか、はい、お盆の 初日から皆様のご来店心よりお待ち申し上げておりますということで第1弾終了です。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長でした。バイバイ。